どうもありがとう。ミスター・チルドレンです。あのね、もう当然皆さん迷子にならずにここにたどり着いたっていうところを見ると当然分かってると思うんだけど、あのね、ここ武道館、武道館よ。あのね、武道館にあの特別な思い入れがあって、それこそまだミュージシャンになる前、もう大好きな、ミュージシャンの、ライブコンサートのそのライブ版、それほとんどねこの武道館でレコーディングされてるもの、それずっと、聞いてきて育ってんで、なんかこうあの父親の存在がいつまでもこう自分にとって大きな人のように、この武道館がものすごいでかい、もう頂上でさ、いや、そんなこと言っても知ってんだ、あの東京ドームでやったこともあるよ。それからあの日産スタジアムでもやったことある。だけどよ、あのそんだけでかすぎて、もうあの頂上を超えてるんで、もう雲をつかむような感じでライブやってるんですよ。でもさ、もうこの武道館はあの富士山の頂上みたいに地に足ついて思いっきりもうヤッホーとか叫びそうなぐらいヤッホー、あのそのぐらい特別な感じなんで、あのもうパーティー気分でいいよ。最後までよろしくね。あのスーパーマーケットファンタジーという新しいアルバムで初めて、Mr.Children の音楽に触れたという方から、もうデビュー当時からずっと聴き続けてくれているそういった方まで、きっと全ての方に、今日は喜んでもらえるあんな曲こんな曲を用意しておりますが、まずはスーパーマーケットファンタジーより水上バス。買ったばかりのペダルを息切らしてこう、桟橋へと向かう深呼吸で吸い込んだ風は少し石油の匂いがして、その大きな川に流れてた。君を待ってる手持ち無沙汰にぼんやりした幸せが満ちてく。向こう岸からゆるいスピードで近づいてくる水しぶきは君かな。水上バスの中から僕を見つけて、観光客に混じって笑って手を、そんな透き通った景色を僕の全部で
カフェきっと気に入るよ。君と少しのことをいつでもシミュレーターしてこの街で暮らしてるんだ。夕日が窓際の僕らに注ぎ、君はさらに綺麗な影を見つける。君への想いがバレ出す。苦しいほど抱きしめたいと思う。始める。僕が悪いんじゃない、でも君のせいじゃない。さよならを選んだ君はおそらく正しい。今日